途中までご一緒しても構いませんか。海原美月。あれ、もしかして気分でも優れませんか。ああ、いや、こいつこの一週間毎日毎日。もしよろしければ近所に魚料理の美味しいお店があるのですが。朝食の直後に食事に誘うんかい。ああ、誘ってくれるのは嬉しいんだけど、私にも用事があるというか。ご一緒しますよ。そう、デパートの下着売り場まで出かけようかと。ほら、男の人には辛い場所でしょ。ご一緒しますよ。え？言えない。これからコンビニに立ち読みに行くなんて言えない。神谷、放課後には漏れなく小萌先生の個人授業がついてくるんやで。神谷の宿題手伝って空から女の子が降ってくるなら喜んでアシストするけどにゃ。お前たちの好みのタイプは。そうだ、他の男と待ち合わせしてることにしよう。ブレーン待った。何を言うてん神谷は。僕は落下型ヒロインのみならずメイド軍人巫女さん吹けショタコンツンデレチアガールヤンデレドジッコロボット娘。待ったって言っててさ、無視すんなよこら。くそ、誰だってビリビリ。お願い話を合わせて。あ？ごめん遅れちゃって。お詫びに何かおごってあげるからそれで許して。ねえ。はい。面白い。寮の眼前で相引きとはいい度胸だ。ちょっと、私に無断で何をやってるんですか、お姉さん。なんだよいきなり人を全速力で引きずり回し。うるさい。ああ黙って、お願いだから少し気持ちの整理をさせて。つまりこの1週間その海原ってやつに毎日付きまとわれていたと。そうなのよ、うちの学校の理事長の孫だって言うし無下にもできなくてさ。で誰でもいいから恋人役にしてそいつから離れようとしたと。しょうがないじゃない、あんたがちょうど通りがかったんだから。ふーん、とりあえず離れることはできたんだろ。だったらもう演技する必要はねえんじゃねえの。うん、せっかくの機会だから二度と付きまとわれないようにしたいんだけど。したいんだけど。今日一日あんたと一緒に行動してそれをできるだけ多くの人に見てもらう。それで海原が。ってどうしたの。不幸だ。で、なんか質問とか感想とかってある？感想ね。とりあえず鼻についてるマスタードは拭いとけよ。もしもし。大丈夫か？大丈夫よ。座ってんでしょ。はあ、あれ？あんたのってどっちだっけ。さあ多分こっちだと。ちょっと見せては。分かったのか。分かった。ああもう分かんないわよ。じゃああんたがこっち、私がこれでいい。ったくちょっと気にしなさいよこのバカ。別に注文したのって同じメニューなんだろ。あん、どうしたんだお前、借りてきた猫みたいに。